プレジョフは、スロバキア東部の都市、プレジョー県の県とで、国内第3位の人口を持つ。歴史的に、市はエパース、またはドイツ語のプリンスカを、ハンガリー語のエパージス、ラテン語のフレイガーパリス、ポーランド語のプリースを、ロマ語のペリエシス、ルシン語の Y、ウクライナ語のと、多くの名前で呼ばれてきた。市の目立つ産業として、機械と電気工学会社、医療品会社がある。 スロバキア国内唯一の岩塩採取製造会社ソリバリはプレジョフで創業している。1万人以上の生徒がプレジョフ市内の大学に通う。八学部を要するプレジョフ大学、コシ室高科大学である。プレジョフには東方天霊カトリック教会の司教座、ルーテル教会の司教座、聖教会の司教座がある。プレジョフは文化都市でもある。多くのコンサート、オペラ、演劇が、 ヨナーシュザー・ボールスキー劇場新館で開催される。市内には、バロック様式、ロココ様式、ゴシック建築などの建物がある。歴史的中心地では、主要通りの両側に、これらの様式の教会や建物が並ぶ。しかし、郊外へ出ると、ソビエト連邦の影響が明らかな、どっしりとしたコンクリート建築のアパートが、シードリスカークやセクチョフクに立つ。より、ソビエト風の建物は、 中心部の視聴者建築群の中で見つけられる。プレショフの場所に人が定住した記録は遅くとも、旧石器時代に遡る。発掘された最古の石器とマンモスの骨は、およそ2万8000年前のものである。スラブ人がこの地域に移り住んだのは、4世紀か5世紀である。11世紀終わり頃から、町は、ハンガリー王国の一部となり、マジャール人兵士たちがこの地に移り住んだ。 13世紀、多くのドイツ人たちが、スピッシュ地方からプレショフへやってきた。プレショフの名が最初に記録されたのは1247年で、ある。1299年、プレショフは、自治特権を授けられ、1374年に、王立自由都市となった。これが工芸と貿易の発展を牽引した。15世紀、プレショフは、中世の都市リーグ、パンタポリタナに加盟した。 プレショフの学校の記録は1429年である。1572年、ソリバルで岩塩採掘が始まった。プレショフの重要性が増すにつれ、1647年には、シャリシュ地方の中心都市となった。1667年、町のルーテル教会信徒によって、重要な福音ルーテル学校が作られた。1687年、市を代表する市民と、貴族22人が、 デケリー無礼白の反乱に加担したとして処刑された。18世紀初頭、人口が国史病流行や大化で減少し、わずか2000人となった。その後20年ほどで町は再び工芸と貿易を再建させ、新しい工場も建った。1752年、ソリバルの岩塩港が洪水に見舞われた。以来、塩水を沸騰させて塩を製造するようになった。1870年、 最初の鉄道路線が古室からプレショフへと建設された。19世紀の終わり、町には電気、電話、電信、下水処理システムが導入された。1887年の大火で、町の大部分が延焼した。1918年、プレショフは新たに独立した、チェコスロバキアの一部となった、第二次世界大戦の前夜、ミュンヘン協定による初回ウィーン裁定で、 コシェ近隣の町は再びハンガリーの一部となった。その結果として多くの機関がコシェからプレショフへ移り、この移動で死の重要性が増した。1944年、プロの俳優が舞台に立つスロバク劇場がプレショフに創立された。1948年からの共産主義時代、プレショフは産業都市となった。1950年に2万8000人だった人口は、 急速に増加し、1970年に5万2000人、1990年に9万1000人となった。プレショフは、海抜250メートル地点にあり、面積は70.4平方キロメートルである。スロバキア北東部、コシツェボンチの北端にある、地域にセクチョフ川の鳥佐川への合流点がある。スランスケーブル地産地が、南東、シャリシュスケーブルショビナ産地が、南西。 バシュレニュ山地が西、チェルゴフ山地が北である。近隣の都市、コシツェは、プレショフの南34キロにあり、ポーランド国境から50キロ離れている。首都、ウラチスラバからは、陸路で410キロ離れている。プレショフは、温帯に属し、四季の分かれた、大陸性気候である。暑い夏、寒く雪の多い冬で特徴づけられる。プレショフ制度、 プレショフは2005年12月の調査で9万1621人の人口がある。2001年調査によれば人口の93.7%が、スロバキア人1.4%が、ロマ人1.2%が、ルシン人1.1%が、ウクライナ人0.8%が、チェコ人0.2%が、ハンガリー人である。進行は 66.8%がカトリック教会、13.6%が無宗教、8.9%が東方天霊カトリック教会、4.8%がルーテル教会である。ありがとうございます。